芸人がおすすめの音楽ご紹介します。誰しもがね、音楽一番好きな曲っていうのあると思うんですよ、うん、でやっぱこの曲聴くとテンション上がるだとか、この曲聴くと落ち着くだとか、いろいろあると思うんですけれども、その中で、僕ら、一番おすすめしたい音楽曲を、今から、ね、紹介したいと思います。じゃあ僕からいきましょう、ヌジャベスさんとします。ヌジャベスさん、ヌジャベス、ラリキ、日本人です。まあヌジャベスさんっていう方がいらっしゃるんですけども、その方のアルアリアンダンスという曲が僕は皆さんにお勧めしたい曲でございます。これね、歌詞ないです。BGM です。で、これね、原曲というかね、この再生速度って YouTube にあるんですよ。わかります？標準でこれ聞いてもいいんですけど、僕がおすすめするのは 1.25 倍速です、ね、で、これ、すごいゆったりとした、曲なんですけど、ゆったりすぎるんですよ原曲は、でそれね 1.25 倍速のちょうどいい速さになるんで、ぜひねこのヌジャベスさんのアルアリアンダンス、この動画の概要欄に、YouTube の、ね、URL 載せておきますんで、そこから行ってみてください。よろしくお願いします。まあね、言ったらジャズみたいな感じです。僕この曲すごい好きなんですよ。これね、調べてみたら、はい、滝沢秀明さんもう引退しちゃいましたけども、タッキー、はい、タッキーがラジオで、エンディングでかけてたらしいです、毎回。で僕もそれで確か知ったんですよ。この曲聴いたことあるなっていうのはタッキーのラジオだったんですね。で決定的になったのが、アクアシティにします。アクアシティ、この間にある。ああ、聞いたことある。アクアシティでバーベキューできるのがあるんですけど、バーベキューしたんですよそこで、でその時に流れてたのがこの曲、ヌジャベスさんのアルアリアダンス、すごいいい曲ですんで、ぜひ聴いてみてください。落ち着きます。なんかちょっとファイティングファイティングしてる時、ファイティングファイティングしてる時、どういう状況それは。カッカカッカしてる時っていいですか。ファイティングファイティングって俺いつも言ってるんですけど、知らねえ。ファイティングファイティングしてる時、はいはい、この曲聴くとなんか落ち着きます。ぜひ聴いてみてください。では続いてバラキさん、私は、はい、まあそのまず、歌手の方の名前ですね。歌手の名前。歌手の名前。歌手の名前は、町尾なるぞうさん。はい。はい、これはふざけた名前ですね。町尾なるぞうさん。キャラクターなんですよ、これ。はい。で、声当ててるのが石川海人さん。石川海人さん。ふざけた名前ですね。いや、ふざけた名前じゃない。これはふざけた。ふざけた。これは声優さんで、はい、歌のタイトルが、マッチョアネーム。マッチョアネーム、うん、なるほど。それはだからアニメの曲ってことでよろしいですか。そう、今期やってるアニメの。ちなみにあれ、あれ今期じゃない、前期なのかな。前期。ちなみに何ていうアニメですか。ダンベル何キロ持てるっていう。うわ、マイナーだな。聞いたこともねえよ。シガにやってるアニメで。ダンベルなんすか、知らねえよ。ダンベル何キロ持てる。いや知らねえよ。10キロぐらいやってんのかい。答えんのかい。まあまあだからその、ね、ダンギロ、ダンベル何キロ持てるの、エンディングでしょ。エンディングのマッチョアネ。マッチョアネで、どんな感じの曲なんですか。それは元気が出る感じですか。これはまあ面白い。あ、面白い方か。楽しいというか。ってことはそのダンベル何キロ持てるもコメディ。まあ結構、まあ、ギャグっぽいというか、結構はやっぱあのタイトルからして分かる通り、まあそうだね、筋肉とか、そうが主な作品。マッチョアネームですもんね。マッチョアネーム、なるほどね。マッチョアネームですね。結構面白かったんで、じゃあこの動画の概要欄に、その曲も貼っておきますので、はい、ぜひ聴いてみてください。はい、じゃあ最後、長原くんよろしくお願いします。は僕は、はい、名探偵コナンでおなじみの、あ、名探偵コナン、はいはいはい、高山みなみさんが歌ってる、はいはいはい、はい、ラストインプレッション。おお、知らないですね。はい、高山みなみさんっていうね、あの名探偵コナンの声やってる人ですね。コナン役ね。うん。で、これは
ガンダムウィングの、うん、OVL エンドレスワンズっていう報道主題歌で、へえ、またそれもアニメってことですか。じゃあそうだね、うん、スパドボでやると、ああそういうね、うん、大抵この曲を固定にしてやってる。じゃあとりあえず、この動画の概要欄にその貼っときますので、うん、でどういう感じの曲なんですか、曲調は。まあ最初は結構ゆっくりやる、しっとり系なので、バラードってことですか。バラード、まあバラード、バラードってことですか、うん、しっとり系なんだけど、うん、中盤の方にいきなりハイテンポいったんで、あ、なるほどね、なんかさっきとは全然別の曲なのに、うん、じゃあバラードとは言えないね、うん、なるほどね、しっとりしたいからのテンション爆上げ、なるほど、うん、だからここ分かれましたね、みんな。僕しっとり系、しっとり系で、で、こっちは結構テンション上げる方で、うん、でこっちはしっとりからのテンション上げる方で、うん、ね、みんな分かりましたね、うん、うん、まあだから、それぞれね、多分、うん、思い入れのある曲でもあるとは思うんですけども、まあ、ぜひね、この動画の概要欄に、ね、貼っておきますんで、聴いてみてください。どの曲が一番良かったとか、この曲僕もリピしますとかね、ぜひコメントを送っていただけたらなと思います。以上です。ありがとうございました。では、指差しで、行きたいと思います。さあ、今回全裸は確定でございます。誰がなるんでしょうか。イエス、せーの、さあ、だだだ、とろけ、とろけ。